はい、どうも、こんにちは、ゆうです。ダークソウル3の侵入実況プレイをやっていきたいと思います。まあ、今、ちょっと侵入してる状態ですね。節がいけねえじゃんって話したんですけど、普通にいけましたね。ボラ足のたも、お、とかはいけなかったけど。よし、いきなり行ったぞ。武器変えました。まあ、武器は、一応なんか、調べたところ人気が結構高いらしい。竜狩りの斧だけにしました。なんか、割と強いらしい。おー、召喚された。これきちいわ。4対1なんで、実質。これ、あ、でも3対1か。こっち2人だから。じゃあ、この威力を試してみよう。まあ、当てられるかどうかにもあれだけどな。当たってんの？まあ、でも、強化してねえからな。武力不足で強化できなかったっていうね。ちょ、逃げよう逃げよう。この威力、これでも確かに最大まで強化したら強そうだな。追ってこないか。おらおらおいけんじゃん。おー、少しでもいけると死ぬ。お、でもむしろ死にそうじゃん。歩きいけそうな気がする。うわ、舐めてた舐めてた。いうからな、敵が。その、これはさすがに当たんないでしょ。おらさすがに持ってこねえ。と攻撃してくれるよ、敵が。おら、クソ団子じゃ。よし、まさか俺も好きになったんだけど。カインビーン。うわぁ。ポップコーンしたら死にそうだ。危ねえ。おお、危ない。やっぱこれ強化しねえとまだ強くねえな。俺行くぜ。おお、侍戦士か。おお、しかもローリングするときに消える。これどうなんだろうな。わかりやすいけど。おお、マジか。かっこいい決められ方したな。っぽいけど似たような装備だな。白と。ずっと並んでたってね。いやーでももっとやっぱ強化するべきだな。さすがに。2回ぐらい強化しただけなんでね。ちょっと鱗もっと回収しとかないとな。あ、前作みたいに、かがり火の探求者とかあれば、結構回収しやすいんだけどな。今作そういうのないのかな。でもなさそうだけど。それあったらソウルも稼げるし。いや、前作ソウル稼ぎもそれで稼いだんだよな。でもあれか、敵今回はあれか、枯渇しないから倒してもどんどん出てくんだよな。ボスが復活しないからあれだけど。ダークソウル2ではなんかボスでソウル稼ぎしてた思い出あるな。巨人で。魔法へ。やって、おぉ、いきなり。奥か。一人かな、今回は。久しぶりに一人のホストと会ってみてぇな。なんやかんやってあれなのかな。アップデートで修正されたのがあんのかな。今のところ新人は白しかいないけど。一周目の時は結構あれだもんな。ソロプレイヤーとところ侵入できてたけど。今回は割とできてない。二周目からなんかソロのプレイヤーには侵入できなくなるみたいな制限とか実はあったりするんだもんな。さすがにそれはないか。あ、どこいんだ。音はするけど、多分向こうだよな。あ、あれだ。一人じゃね？違うか、あれは。なんか、あ、でも敵、おー、来てる来てる。え？
お、ボス行っちゃう感じ？恐らないぜ。あれでもこれボスの中入ったけど。これ行けなくね？これ行けんのかな？行ってみるか。お、入るね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 。何これ？ロード待ちとか。脱走っぽいな。一番最初の棺でもロードあるもんな。いやでもロードなのか。ホスト普通にこっちに入っていったけど。こんなことある。これはバグなのか。それとも何なのか。もう入れないぞ。ロードと信じたいところだが。セーフ。ダメだわ。え、これホストボス行ったってことなんか。さすがにそれは、こんな闇霊が入れないパターンなんてある？ここ隙間若干見えるけど。あ、どうなってんだこれ。これはさすがに修正してほしいレベルだな。どういうことなんだ？単なるバグなのか？仕様なのか？これ仕様だったらひどいけどな。一回、まあ、労働ではないと思うけどな。もう結構時間経ってるし。いや、見間違いじゃないよな。ポスト明らかにこっち入ってたし、霧の中。どういうことなんだ？こっちは大丈夫と。謎すぎる。帰るしかねえな。帰るしかねえもんなんだって。帰るか。いや。いや、無理っぷりだな。なんか、ロード、ああ、ないか。くそ。どうなってやがんだよ。ホストどこ消えたんだ、マジで。こっち入っていったの明らかに見たけど。くそ、じゃあ帰るしかねえな。どうやって帰んだっけ。これでいいのかな？次は。帰り方がわかんなくなった。これか。イエス！これ無理だもんな。くそー。これはどうなってんだ。ホストもわかってんのかな？わかった上での嫌がらせなのか？それとも。あ、でもハイディでもあったもんな、前作で。侵入したら速攻で霧の中に入って、霧の中入られると強制的に元に戻るから。それでか。いやでも霧の中入ったっていう仕草なかったから、もうボスは倒した後だと。多分。ここやめよう。ここなんか、あれだな、あんま向いてねえな。いけねえの道が一番いい。でもその可能性あるな。ボスは倒して、あ、まあ、だってもう入っていく仕草なかった。普通になんか通り過ぎていったから。モーションとかなく。ボスは倒した後だと。で、ホストは、多分ホストから見たら霧はかかってないんだとは思うんだけど。こっちから見たらなぜか霧が入ってて侵入できなくなったっていうね。謎すぎるな。バグだとは思うけど。ボス入ったらだって強制的に多分今作も元の世界に戻るだろうから。完全にバグだな。さあ、でも近々 1.3 が配信されるって言ってたわ。多分その時にこれもなんか配信さ、改善されんのかな。やっぱバグ多いな今回は。ブラッドボーンはやってなかったからわからんけど、個人的に結構多いイメージがあるな。ダークソウル2はそんななかったような気がするけど。うおぉ、二人か太陽戦士。よろしく。太陽倒したいな。太陽強い人しか当たってないかな。うおぉ、ビビった。お、ビビった。闇霊いたのか。似たような武器装備してるな。あ、ちょっとデザインが違うけど。俺、陽動に入るとき軽いから避けられるから。陽動は向いてる。
この前の動画で分かったから、その間にやめれたのぞ。いいね。おら陽動いいわ。やっぱ完全に俺に集中してるけど、ほら危なくなった闇に隠れて回復と。いいね。闇霊もなんかちょっと変な防具若干変な防具だけど、グレイだったと同じ。おわうわおお。あでも闇霊、あでも今こそ、おお闇霊やられてしまった。いやそう、いやでも俺ひたすらよくです。おまずいまずい。いやでもこれ降りてくる一回。危ない危ない。やっぱ武見の剣にされてる。あれ挑発されてるな。確かに逃げてるからな。いやでも俺は死にたくないんだ。もうオーブも少ないし、さっき謎のバグに遭遇したっていうね。やばい、霊体も来た。これ特技なんだろうな。戦技か。おおやば。ちょっとやってみるか。無謀だけど、これ当たったら大逆転できんじゃねえか。おほらせい。さすがにこれ当てるのは大変だな。多分後ろで取ってから、あーせい。太陽二人、いろんなあれがあるな。モーションがあるな。あれはどうやって当てんだろうな。あれあんま使ったことないからわかんねえわ。致命の一撃は大抵倒れてる時になのかな。そういうコンボもなんか前もあったけど、大半避けられそうなイメージあるけどな。致命の一撃与えた後でも。あと2個。さあ、まあいいや。あれは、言われたオーブなら2個すぐ溜まるかな。まあ、無限に侵入できる普通の赤いオーブもあるらしいけど、ロザリアのなんかがね、イベント進めになったっけな。ちょっとわかんないけど、取り消して、ここら見よう。あ侵入できねえな。カーサスの地下墓地以降のところでも侵入してるけど、早くやっぱ進めなきゃあれだな。まあ、若干後悔あるな。一周目。一周目でもっと楽しんだくればよかったっていうね、侵入を。いや、二周目の誘惑に駆られて。いけねえわ。んじゃあどうしよっかな。もう一回試しに行ってみるか。怖いけど。あのバグはもう、あれなのか、主流になってんのか。あれを利用して闇霊を潰すっていう。そらねえか。いや、ありそうだけど。そう、今回あれだな、装備破壊の3とかないのかな。悪質すぎるから廃止になったとか。装備を破壊するっていう。俺も一回だけ会ったことあるから、ひたすら3を投げるやつって。俺も、当時もこれと似たような装備だったから、全く痛手はなかったけど。今回3はなさそうだな。あれ面白そうだな。そもそもあれか、防具の強化は、今回ないからな。前回もあったか忘れたけど。武器のみ。よーし。死骸。2回目は、あ ?3 回目か。多分近くにいるな。戦ってる。後ろか。おる。結構いるな、また。よし、行くか。
多分3人だな、ホスト合わせると。アイテムは、あ、アイテムこれ消費されねえのか。火炎つけて。1個、あ、でも1個でも、あれか。あんま意味ねえか。おーわーわー、またボスの方行った。もしかしてあれだ、あれじゃね？またこのパターンあるぞ。あの、試しに侵入してみたみたいなもんだからな。ホストがいない。ホスト。まさか霧の奥に逃げてんのか。やるしかねえな。おお、あ？最後の戦いに入った。あ、なるほど。ボスに入ったってことか。まあ、今回のホストは普通にボスと戦ってたと。なるほどね。じゃあ前回のはもうバグなのか。まあ、にしても、な、何にせよ、死骸はあまり侵入に向いてないってことだな、っては、今分かったのは。まあ、ハイデの大加藤みたいな感じで繁盛する場合もあるかもしれんけど、すぐボスに入られるから、やっぱ一番あれなのは、前回でも結構いろんなプレイヤーが侵入来てた。やっぱり生贄の道は一番なのかな。だからラスボス手前とか結構サインあったから、あそこら辺も良さそうな気はするけど。あの、あそこはなんか決闘、向いてそうな雰囲気あるけどな。まあ、とりあえず早く進めて、行きたいっていう気持ちはあるな。というわけで今回は時間なんで一旦終わりにしたいと思います。ありがとうございました。